こんな風にねケージを作ったりしてました。楽天で3000円ぐらいで買った一枚一枚のパネルをね組み合わせて 3×3 3×3×2 みたいな、そういうサイズ作りましたね。さあ今週もねアザラシ農園を紹介していこう。420日目ですね。もう庭の方がやることいっぱいで、畑にはあんまり畑っていうか農園には出てないですよね。かといって農園の方が何もないかというと、まあ、むしろ割と畑はしてます。ただ草は生えてきますね。トマトはねいい感じです。ミニトマトも随時取って食べてるという感じですけどね、ウリとかあっちを見るとカボチャもあります。なんとカボチャが今年はできている。カボチャがゴロゴロしている。なんかもう畑じゃないエリアにせり出してカボチャが、ね、見えますでしょうか。カボチャがあります。正直カボチャはそんなに好きじゃないよ嫌いじゃないけど好きじゃないよカボチャ。こちらキュウリでございます。キュウリ、キュウリはどうだ。まあ、取ったり取らなかったり、でもこの高さは低いよね、正直キュウリとしてはね。このここまで行くべきだから、ね、低いです。竹の低いキュウリ、キュウリの横にこのなんかはべってるやつ、これズッキーニですね。キュウリの横にズッキーニ植えたせいでズッキーニがキュウリを侵食してるかなと思いますが、どうなんですかね。でピーマン、1年越しピーマンはね葉っぱがね小さくてね弱いですね。で実も一応ついてるけど小さいですね。小さい、俺の手がでかいわけじゃないよ、このキュウリは小さいんだよ。実を全部落とした方がいいのかもしれないね。一旦この、ね、実を取ってで栄養をしっかり吸ってもらってリベンジみたいな。こちらの方スイカ小さい、これも小さい、オクラがちょっとずつあるって感じですね。こっちにもね今一瞬見えましたわ、カボチャがありますね。どんどんカボチャが食えるのかな、こういうの。はい、豆類、そして茎ブロッコリー、まだ植えてる茎ブロッコリー。ただちょっとね勢いがなくなってます茎ブロッコリーさんの方ね。はい、でトウモロコシもまあ食べてます。これ良さそうですね。取ってみましょうか。はい、トウモロコシもいい感じ、まあ、畑はおおむね、農園の方はおおむねいい感じってな感じですね。420日目、はい、来週はね台風が近づくそうなんで、台風が近づくとまたここはめちゃくちゃになるかもしれないですけど、皆さん台風備えて1週間乗り切っていきましょう。ほなまた。この動画いつ上がるか分からんけどな。